今日はですね、2017年の、4月の27日、夕方の17時10分です。皆さんこんばんは。お疲れ様です。先ほど松島に行ってきました。花火ありがとう。レクチャーありがとう、花火。ありがとうございます。お疲れ様です。まったりやりましょう。まったり行きましょう。いや、よかったね。楽しかった。ちゃんこ、ありがとね。ちゃんこ、ありがとう。はい、ワトツー。お疲れ様。ありがとね。ステッカー売れたから、ステッカーの計算しよう。銭バーにステッカー2枚購入していただきました。ステッカー2枚と。ステッカー2枚ありがとうございます。購入じゃないか。2000円ステッカー2枚分支援していただきました。ありがとう。記録をつけまーす。今日何日だ？48名さんいらっしゃい。よかったよ。ステッカー作ってよかったよ。正解だったよ。ステッカー、減価償却できました。ステッカー、コストをかなりかけて作ったんですけど、おかげさまでですね、こんな感じでございます。これはまあ旅では使わないけど、こんな感じです。7万、1、2、3、4、5、6、7、8、7万8000円。買い忘れた。残念でした。そこは知りません。7万。野生ジェイジさんはどつ。洗濯だね、とりあえずね。洗濯と買い物に行こう。とりあえず今充電してるから、洗濯からやろうか。洗濯から。ちょっと待って、その前に帳簿をつけたい。買い忘れた2人目。まあ、いつか会えるっしょ。リア突でしか買えないからね。2027年、2017年4月の27、木曜日。松山。松ってどういう字だ？松ってどうだろえ？間違えてレス？何が？はい、ワード2。松ってどういう字だっけ？これいいか。松山。仙台。ゼニバー。ゼニっていう字は書けねえな。金辺に、銭ってどういう字だっけ？銭か。銭、バー。難しいな。銭バー。銭バー。いくよ。銭バー。ただ、充電が最優先だから。俺は。銭バー。ゼニーバー、ユーコ。2000円と。で、合計。よし。あるかな。どうだった？何が？あ、ゼニーバーありがとう。何がどうだった？福岡？福岡ってどこ？
7、8。3、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、OK。あ、大丈夫だよ、全然。マーニャ。俺、別に、いつでも大丈夫だから。全然 OK だよ。ゆっくりでいいよ。九州はね、まだ行ってないかな。2年ぐらい前に旅配信やった時に、九州行ったことあったから、今回はね、北目指してるんですよ。北へ北へ向かってます。まだだよ。まだ先。まあ、近くに来たら、ぜひ、リアドしてください。あ、全然いい、全然いいよ。大丈夫だよ。気にしないで。松島良かったね。松島良かったね。最高だったよ。おー、ワード2。上戸彩さんいらっしゃい。ハートありがとう。お、うなちゃんまんこさんいらっしゃい。そっか、12時までパチンコやってんのか、パチンコ屋。5年ぐらいかかるだろうね、余裕で。5年ぐらいかかるだろうね。うん。それくらいかかるだろうね、余裕で。お疲れ様です、ミルクセイキさん。お疲れっすー。ビッグパースが、え、嘘？やば、1位までやってんの？やば。やばいね。お疲れ、かぐらちゃん。おかしいな、選択されないな。時間超長いよ、朝8時からやってっかんね。
選択しようかな。洗濯物は半分ぐらいかな。パンツと靴下もないから、後でユニクロにパンツと靴下追加で買って、洗濯物する。左側の方が乾く。詳しいね、ネムさん。あ、買ってねえわ。買ってねえわ。忘れた。まあ、時間ないからね。まあ、のんちゃんのお土産は買ってくよ、ちゃんと。大丈夫。ちゃんと買ってくから。のんちゃん何が喜ぶかな？のんちゃんね、なんか物欲が全くないから なんかコスプレの衣装とかばっかりだし持ってるの。なんかヤッターマンのコスプレとかばっかりなんだよね。彼女、コスプレイヤーってわけじゃないんだけどね。なんか、ヤッターマンのコスプレとか。なんかよくわかんないコスプレばっかり。笑う猫は、あれは限定品だから、あれ俺が買っちゃったら、あそこで笑い取れなくなるから買わないよ。ホテルマイスターって何？なんかね、ネムさんがめちゃめちゃ詳しいんだよね、このホテルのこと。何やろうかな。限定品っていうか、展示品限りって書いてあった。
あ、そんな朝食なんだ。食べなかった。それはいいや。卵とパンと、オレンジ。コーヒーは飲みたいかもしれないけど。せっかくね、観光地にいるから。サービスの無料朝食みたいな。松島、よかったね。いや、でも、3790円だからね、一泊。安いよ。ベッドでぐっすり寝れたもん。あ、いただいたやつ食べようかな。いただいたやつ食べるか。おー、マリアン、ワドツ。いらっしゃい。いや、よく寝れたよ。牛タン。笹かま。要冷蔵。笹かまは後で食べよう。よいしょ。笹かま後で食って。牛タン今食うか。要冷蔵？牛タンいただきました。要冷蔵って書いてあるけど、俺た、え、これ、なんか、あれかな？もしかして。いや、ちょ。これ生で食えないでしょ。ちょ。これ、え？これ、え？そのままいけんの？そのままおつまみとしてめさ、食べられる。あ、じゃあこれ夜だな。これ夜食おう、これ。牛タン。あれは俺、なんか串でこうやって食う感じだと思ってたわ。ちゃんといいやつくれたんだ。ありがとう。要冷蔵。レンジでチンしてね。じゃあ、夜食べよう、これ牛タン。よいしょ。夜食います。よいしょ。パーカー何色の買おうかな。赤いパーカー買おうかな。赤いパーカーにしようかな。これいいやつなの？いや、なんか悪いよね。ありがとうね。ピンバッジも手に入れたし。松島ピンバッジ手に入れたからね。ピンバッジコレクターの血が騒ぐよ。そうなんだよ。俺赤、青、白、赤、黒、白しか買わないの。赤、黒、白以外のカラーのものは身につけないって決めてるのよ。そう。黒だと真っ黒になるぜ。黒だと真っ黒だよ。まあ黒いパーカーでもいいかもしんないけど。なんかあいつ黒魔術かなんかやってるやつかと思われたら嫌だ。なんかあれだなーっつって。黒魔法使いだなーって。黄色？松島行ってきたよ。いやー、全然昨日ゆっくり休めて、このベッドで。同じ部屋借りた。そのまま延長みたいな形で。いや、ベッドで寝れるって。いや、ちょっと寝ようかなと思ったら、12時間ぐらい爆睡しちゃったんだよね。グレーもないね。赤、黒、白だね。ポパイ？ポパイじゃない。これ満喫じゃなくて、ホテル。3000。いやー、ダメだな。ホテルになれると、ホテルダメだな。ちょっと洗濯するか。洗濯2時間ぐらいで終わるかな。洗濯2時間で終わるかな。どう思う？ジーパンも洗いたいから、後でやろうかな。ジーパンがもう多分臭いんだよね。これです。ジーパンも臭いはずだから、後でやろう。買い物したから。
だらけるっつうかね、一回ね、やっぱね、いい暮らしをしちゃうと、そこに慣れちゃうから、今日稼がないと。終わる？いや、でも2時間後リア突来ていただけるみたいだから、その時買い物に行くから、ユニクロ9時ぐらいまでやってると思うんだよね、多分。乾燥込みで2時間でお釣りくらい。あ、じゃあ後でにするわ。ジーパンも洗いたいから。パンツは1枚しか持ってきてないから。多分旅先だ。股に穴開いちゃって。また縫ったからね。縫って補修したから、ここ。かいいな、ケツ。帰ってきてからの方が良さそう。古着とか仙台安い。マジで？古着安いんだ。いや、俺基本ダラダラしてるよ。最近のリスナーさんはね、なんかアクティブに動いてるやつかもし、って思うかもしんないけど。俺基本ダラダラ系だから。ダラダラ雑談系配信者だからね。あー、気持ちいいよー、布団気持ちいいよー。あー。シャワーっていうか大浴場みたいなのがあるらしくて、サウナもあるから、サウナ行こうかな。あと、今日はホテルで風呂入れるから、後でシャドーボクシングやる。さつきちゃん、おはよう。後でトレーニングしよう。気持ちいいよ。ああ、ベッドっていいな。布団っていいな。布団って最高だなぁ。いいね。いや、違う、チンポジ直しただけだね。会える。8時までか。8時か。なに、ネムさんはよくこのホテル使うの？このホテルの従業員なんじゃないかっていうぐらいこのホテルに詳しいでしょ。これ完全にステルスマーケティングでしょ？支配人でしょ？多分、ネムさん。このホテルのオーナーか支配人でしょ？俺寝るときこう、チンポ触ってってっていうか、なんかこう握ってね、こうやって寝るの好きなんだよね。金玉触って寝ると落ち着くんだよね。ね、布団最高だよね。東横じゃなくてね、なんだっけ？名前忘れちゃった。わかるよね。なんだろうね、この金玉をこう、包み込んで寝るのが、安心感。絶大な安心感がある。そうそうそう。パンツの中に、こう、こうやってでしょ？こうやって寝るの気持ちいいよね、こうやってね。ハンマ裕次郎がこの姿勢見たら抜刀だっていう。居合だな、あ、たまに利用するんだ、ネムさんは。仙台住みで。いや、これ男は全員わかると思うよ。これ女の人にはわかんないんだよ。女の人には絶対わかんない。これはね、男のね、多分習性なんだよ。だから金玉ってもともと内臓なんだよね。だけど、その精子って冷却しないと死んじゃうらしくて、温めたらダメなんだよ。死んじゃうのね。だから、その内臓が飛び出たんだって。だから、その、急所なんだよ。男の中で。精子は冷やさないとダメなの。マジマジマジ。そうだよ、そうだよ。そりゃそうでしょ。だって金玉ぶら下げてるって結構危ないからね。コールドスリープとは全然違うでしょ。全然違うでしょ。だから皮一枚で、普通筋肉に守られてないとおかしい器官なんだよ。
でもさ、皮一枚で内臓がぶら下がってる器官っておかしいでしょ。あれは精子は冷やすための。だから逆に海とか入ったりすると、冷えすぎると危ないから金玉中入るじゃん。ヒュって小さくなって、体の中に入ろうとするじゃん。これ玉ヒュンっていう現象なんだけど。それは冷えすぎると今度温めようとして金玉が縮こまんの。冬とか、そう。寒くなると金玉って奥に引っ込むんだよ。まあ、男からしたら一番重要な器官だからね。冬とかね。体ってよくできてるよ。だから、なんだっけ、扁桃腺とかもいらないから切っちゃうとか、なんだっけ、虫垂だっけ？盲腸でダメなの、虫垂だっけ？なんだっけ？あれも実は必要な器官だって最近分かってきたんだよね。子供の頃いらないっつって医者がバンバン切ってた、捨ててた器官って、なんか免疫系に作用するらしいんだよね。うん。そうだよ。金玉に始まって金玉に終わるんだよ。3500円するんだ。釈迦は匠さんが見てくれてるから、元気だって。今、羽の生え変わりの時期だからね、外飛びたがらないらしいね。そうだよ。金玉は偉大だよ。いや、金玉で終わりたい、俺は。でも、金玉ってよくつけたよね。金の玉ってすごい神々しい。だってさ、喉とか手とか、ね。だからやっぱ名前ってすごいんだよ。金の玉ってつけるんだから。金玉だよ。まあ、正式名称ではないとしても。金玉ってつけてんだ。名前すごいよ。金玉だよ。誰が考えたんだろうね、最初に。なんで俺仙台で銀玉の話してんだろうな。あ、なんだっけ、うなちゃんまん御用達のショップも行きたいんだよな。なんていう店だっけ、あれ。うなちゃんまんが好きなブランド。あれ、ロゴがかっこよかったんだよね。なんだっけな。銭バーでもリア凸してよかったでしょ。迷ってる人はね、リア凸した方がいいんだよ。リア凸するとね、多分雰囲気変わるよ。アライバル？なんちゃらアライバル。なんだろう、うなちゃんまんとセンスが一緒っていうのがすごいよね。いいなって思うものが一緒なんだよね。リーブ21じゃないよ。いや、昨日の飯うまかったな。昨日の飯超うまかった。牛タン。すき焼きもうまかったんだよな。迷ってなかった。ああ、そっかそっか。ゼニバーの場合迷ってるんじゃなくて、お子さんが怪我しちゃったんだよね。そうだ、思い出したわ。大ちゃんが頭ぶつけたんだ。栄えてる方って西口だっけ？栄えてる方が西口だよね、仙台の。
芸能人に出くわした感。まあ、それはないだろう。オッケーオッケー。西口でじゃあ、7時過ぎね。何食ったの？牛タン、利久の牛タン、すき焼き牛タン定食食った。うまかった。今日は牛タンのおかずがあるから、コンビニで弁当買おう。で、牛タンをおかずにしよう。コンビニ弁当プラス牛タン。それでいこう。いや、牛タン食ってよかったわ。あのね、俺が思う、ネギシは、チェーン店なんだよ、やっぱり。あのね、利久もネギシみたいに小綺麗な感じで、殺伐な感じだと思ったら、利久いっぱいあるんだけど、従業員がいっぱいいて、なんか普通の定食屋さんみたいな感じだった。で、一品一品手作りだったね。で、漬物とかが多かった。麦飯、テールスープ、で、漬物、味噌のやつ、辛味噌の漬物、ここまでは一緒じゃん。で、牛タンの量が、7割ぐらいなんだよ。ネギシの方が牛タンの量は多いの。だけど、それとは違って、すき焼き、野菜たっぷりのすき焼きがあるんだけど、すき焼きがうまかったね。で、俺はね、2150円、要は500円増しの牛タンいいやつ頼んだんだけど、やっぱうまかったよ。まあ、ネギシも好きだけど、ネギシいくらぐらいだろう？ 1600 円、同じぐらいか。だから、ネギシに行って一番いいやつ頼んだみたいな感じ。で、すき焼きと牛タンっていうのが良かったね。ブランド、エド・ハーディ。いや、なんだったっけな？昨日ね、なんか、ちゃんまん、俺が店の看板見つけて、ここ超かっこいいって言って、看板かっこいいから気になるから行きたいっつったら、それ、ウナが大好きなブランドだよって言われた。仙台車移動の方が楽。電車でも行けそう。俺は郡山はバスで来たし、仙台でどこ移動するっていうのはリスナーさんっていうか、ほら、ちゃんこの配信者の車で移動したから分かんなかったよ。調理はちゃんとあったよ。その、カウンターの奥で調理してた。いや、普通にうまかったよ。なんか、すき焼きを、なんかね、その、な家庭料理っぽさが良かったね。家庭料理っぽさが。ちょっと待って、リア突に関してもう一回、ルール説明をします。リア突に関してもう一回ルール説明をします。ですね、リア突1万人の旅というのを僕はやってます。配信でご飯が食べられるようになったので、子供の頃だった旅人になるっていう夢を叶えるために、日本全国を旅してるのと、あとやっぱりリスナーさんのおかげで、仕事ができるようになったので、1万人のリスナーさんに会って感謝をするというのが目的です。放送中、放送外に限らず、リア突はいつでも大歓迎です。配信者さん、リスナーは問いません。生放送をつけて、放送していただいても可能です。ただね、顔出し NG の方はマスクをつけたりとか、顔が映らないようにとか、リスナーさんの方で配慮をしてください。よろしくお願いします。で、今日はね、ちょっと、受け取ったんですけれども、基本的には差し入れは NG です。で、この理由なんですけれども、僕10キロぐらいの荷物を普段背負ってるんですよ。で、荷物になってしまうため、要は差し入れもらったのに捨ててる人とか嫌じゃん。私が食べたのとか、放送に載ってなくても、いただいたものを捨てるとかは僕は考えられないので、基本的に差し入れは NG です。ただ、その場で食べられるものとか、体の中に入れられるもの、一口食べられるものとかは受け取っているので、それは大丈夫です。で、1000円支援でステッカー1枚プレゼントしています。サインが欲しい方はマッキーを持参でお願いします。例えばステッカーにリア凸何人目とか書いたりとか、ワドオって書いたりとか、するのでマッキー持参でお願いします。支援をしていただいた方には写真撮影も無料で特典でつけます。
宿泊移動手段アイテムの支援で、僕は生活してるので、こちら、ご支援いただけるとありがたいです。で、イベント、コラボ、企画など仕事がある場合は、一時帰宅をします。よろしいでしょうか？ OK でしょうか？これがあのルールですね。よろしくお願いします。ルールはこんな感じです。あのね、人数が多いときね、差し入れラッシュでね、俺ね、一回リスナーさんが3人ぐらいリアトツ来たことがあるんだけど、みんなやっぱ嬉しいことにさ、わざこれ食べてよとか飲み食いでペットボトル4本ぐらい買ってきたりとか、おつまみとか買ってくんのよ。で、リアトツ者さんがみんなが買ってくるから、なんかペットボトル12本ぐらい持って家に帰ったことがあるの。大変なことになるので家の冷蔵庫がなんかレッドブルだらけになったりするのよ。そうそう。でも旅だとそれが捨てちゃうことになるから。そうそう。それでやっぱりさ、あの人のは受け取ったのに、私のは受け取ってくんないのとか困っちゃうからさ。そうそう。そういう理由ね。食べられるものだったらいいんだけど、その場で。オナホール持ってかねえわ。オナホールいらねえよ。オナホール嫌でしょ？リュックの中からオナホールいっぱい出てきたら。タバコもありがたいんだけど、正直言うと、だったらなんか金金っていうわけじゃなくて、別に支援しなくてもいいけど、それだったら支援していただいた方が、アイテムでも、そのステッカー用の支援でも、そういう方が正直ありがたい。あと、T シャツとかも販売してるから、ネットで。プロフィールページに書いてあるから、T シャツ買ったりとかさ。うん。本当に荷物大変なんだよ。多分ね、これはね、配信者側じゃないと分かんないと思う。やってみ、ことある人じゃないと。本当に重てんだわ。荷物が。俺もお土産とか自分で極力買ってないじゃん。そう、タバコ OK にしちゃうと多分みんながタバコ買ってきてくれるから、バッグの中がタバコ20箱ぐらいになっても困るじゃん。だったらね、自分で買った方がいいわけだから。ありがたいんだよ、本当に、気持ちは。本当は断りたくないんだけど、捨てたりとかしたくないからさ。ピンバッジも自分で買うよ。ピンバッジは俺の趣味だから。リュックサックに付けられるからさ。そう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 。それだったらステッカー1枚くださいっていうのが一番、そう、ありがたいのよ。お金欲しいってわけじゃなくて、まあお金欲しいけど、金金っていうわけじゃなくて、それが理由。そうそう。ごめんね。みんなの気持ちは本当に嬉しいんだよ。だったらさ、食事行こうよとかさ、夕飯おごるよとかだったらさ、ありがたい。ステッカーの数は、そうだよね。今何枚？ 78 枚だから、あと300枚ぐらいだね。あと300、400枚持ってきたから、うん。あと100枚減ってきたね、だいぶ。まだあるよ。ステッカー。でも一回帰ったらステッカーの種類もう一回増やすから、うん。あ、人前に出る仕事なんだ、さつきちゃん。そうなんだ。何やってんの、人前に出る仕事って。
ちょっとさ、トレーニングしながら雑談してもいい？ちょっと、対テルチャンピン対策で、実は教わってる技があるんだよ。ちょっと、練習しながら雑談します。人前に出る仕事なんだろう。何屋さんの？はいはい。書道家って言ってたね、そういえば。書道家だっつってたね。応援ありがとう。書道しながら歌ったり踊ったりするの。気違いでしょ。それも書道家じゃなくてただの気違いだよ。万能アイドル。書道が得意なんだろう。書道、段とか持ってるの？あー、なるほど。展示会の差し入れね。大変だね、それ。なるほど、市販なんだ。へえ。ともちゃんさんフォローありがとう。いや、タバコ吸いながら別に構わないでしょ。何が悪いんだよ。体硬くなるね。ドアの部屋の位置が書いてあるんで。大丈夫かな。ともちゃんありがとね。頑張るよ。フォローありがとう。
何時からですか？いや、いつでも OK です。連絡ください。いつでも対応します。カメハメハも最初かっこよかったよね。こんなんだったよね。東京先輩いらっしゃい。はい、ワード2。練習したいっすね。後半。最後のスパーリングよろしくお願いします。強くなりましたよ、東京先輩。東京先輩最後にやってから2割ぐらい強くなってます。ナッパ強えかんな。ラディッツぐらいならやれるね。ナッパは俺強いと思ってるから。強いでしょ。スーパーサイヤ人ロゼっていうの。ドンペリニョンみたいな。いや、総合じゃなくてね、俺は、配信者、格闘家でもなんでもないですよ。このイベントに出るんですよ。捨て頃。配信者の格闘技に出るために、格闘家でもなんでもないです。牛タン食べたよ。ツイッター見て。ゆかりんちゃん。美味しかったよ。ヤムちゃん。ヤムちゃんの牢が風数風剣って必殺技って必ず殺す技のはずなのにさ、誰も殺してないんだよね。牢が風風剣が出るってね、ヤムちゃんが負けるフラグだからね。一回も誰も倒してないからね。
様になってきた？そうかな、まあ、自分ではわかんないよ。昔の練習と比べたらマシになってきたのかな。どうなんだろう。自分じゃ実感全然ないね。ヒカルくんところで構えはだいぶ改良したつもり？構えは。昔この辺のこういう感じだったんだけど、こういう感じだったんだけど、こうなったね。こういうスタイルに変わった。こんな感じかな。自然とやっぱ変わってくよね。この部屋エアコンないのか。そうだね、濡れ濡れだね。うまいもん食いすぎてちょっとまた体が太ったんだよね。それをなんとかしたい。ちょっと増量しちゃったんだよ。最後減量で思いっきり絞るけど、だいぶ太ったよ。こんな感じかな。こんな感じですね。肉がついちゃったんだよね。また。体重重くなっちゃったよ。脂肪がすごいね。そうだね。がっちりしてきた。そうだね。筋量は増えてるはずなんだよ。ただ、脂肪が残ってるから、うん。まあ、タレパンダだよね。要は。俗に言うタレパンダですよ。腕はまあ、あれじゃん。筋トレやってたじゃん。あの頃から、かな。筋肉の量は増えてないよ。そのスパーリング系のやつやってからは。今日ヒゲ剃ろう。温泉じゃなくて、そこのシャワールームで軽く体流して、で着替えて、でユニクロ行って、あ、ユニクロじゃない、リアトツ終わってユニクロ行ってそのまま帰ってこようかな。リアトツ何時くらいから？いや、リアトツは24時間いつでも受け付けてるよ、俺は。リアトツの旅だから、いつでも OK。だから、個通で個別に連絡何時にリアトツしますっていただいてる。
LINE でね。LINE 交換してるから。LINE に連絡もらうことが多い。ホテ夏はいいね。旅館でもやりたいね。あ、金かかるけどね。よし、じゃあ一回放送終わりにします。じゃあまた後で。お疲れ様でーす。お疲れっすー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。